そのアイリス物語にも家電メーカーって憧れはあったっていうけど、うん、家電に参入したのは、うん、そういうのが、そういうのが気持ちの底にはあったかもしれないけど、ただ俺思うんだけどね、あの急に攻め入ってもダメだと思うんだよね、うん、なんかないかなってずっと思ってないと、その準備っていうのを前々からしておかないといけないんじゃないかな。社員で共有ちゃう情報共有するってのはやってるはずだからさ、うん、売れそうだと思ったらもう一気に大量生産に入っていくとかっていう戦略だと思うんだよね。それってそうないのか。次回のカンブリア宮殿は、よそったご飯のカロリーが分かる炊飯器に、2つの料理が同時にできる両面ホットプレート、すごいですね。なるほど家電で年商4000億突破、アイリスオーヤマ、大山健太郎。大手をリストラされたエンジニアが集結、便利なのに安い家電新勢力アイリス流ものづくり。